皆さんこんにちは。今回は女子プロゴルファー古賀美穂さんの離婚について詳しくお話ししていきたいと思います。古賀美穂さんは2017年3月に男子プロゴルファーの小平智さんと結婚し、ゴルフ界のおしどり夫婦として知られていました。しかし2022年10月中旬に正式に離婚したことが報じられ、多くの人が驚きました。離婚の理由についてはお互いの生活リズムのすれ違いや、子供を望む古賀さんとアメリカツアーに参戦する小平さんとの間で将来について悩みがあったのではないかと言われています。古賀さんは1982年7月30日生まれ、小平さんは1989年9月11日生まれで、7歳差の姉さん女房でした。プロゴルファー同士、ゴルフを通して出会い、小平さんの顔が好みだったという古賀さんから熱烈にアプローチ。恋愛に積極的な彼女らしく、結婚前提でダメならもう会わないと言い切ったという告白で、2016年春頃から交際していたそうです。2017年のクリスマスイブには1億円かけた豪勢な結婚式も行われ、ゴルフ界のビッグカップルは多くのファンから祝福されました。仲良し夫婦としてテレビなどでもたびたび共演していた2人だったため、結婚から5年半後の離婚発表に驚いたファンは多かったのではないでしょうか。私自身も初めは信じられませんでした。ただ円満離婚だったようなので、お互いに納得した上でそれぞれ別の道を進んでいるようです。夫婦ではなくなってしまいましたが、これからも2人のことを応援していきたいですね。そんな中、離婚発表からわずか2日後の11月4日、古賀さんが小平さんの親友である元プロゴルファー野田隼人さんの誕生会に参加していたことが明らかになりました。関係者によると、古賀さんは野田さんにネックレスとお寿司の形をしたケーキをプレゼントし、終始仲睦まじい様子だったとのこと。さらに2人は祝宴の後一緒にタクシーに乗り込み、高級住宅街にある商社なマンションへ向かったそうです。ゴルフ界の関係者は、実はこの2人、小平さんがアメリカツアーに参戦していた今年の夏頃から急接近し、今は古賀さんが借りたマンションで同棲しているんですと証言しています。一方で古賀さんと野田さんは交際を否定。古賀さんは取材に対し、してないです、絶対ないです、ないです、絶対ないです、私今誰とも付き合ってないし、まだそんな気持ちにはあんまりならないというか、わらと答えています。また野田さんも、飲み直したっす、でもその後帰ったっす、交際はないっす。古賀にはめっちゃ可愛がってもらってるし、飲みにも行くし、でも交際は全くないですねとコメントしました。しかし週刊文春は2人の一線を越えた様子を物語り、決定的なショットを撮影していたそうです。記事によると、野田さんは小平さんとジュニア時代から親交が深く、同学年のゴルファーとして切磋琢磨してきたライバルであり、今でも親友として交流があるとのこと。そんな野田さんに、いや将来について悩んでいた古賀さんが相談を重ねるようになり、2人の仲が急速に深まっていったのかもしれません。ただ離婚からわずか2日後に元夫の親友と同棲しているとなると、世間の目は厳しいかもしれませんね。真相は分かりませんが、古賀さんには幸せになってほしいと思います。実は古賀さんは離婚について未練はないようです。2023年7月のテレビ出演時、パートナーと別れた後未練を断ち切れなかったというアンケート結果について、別れた相手のことってどうでもよくないですかとバッサリ、同じゲスト出演の作家岩下尚文氏が、私はどんなひどい目にあってもずからと好きと話すと、確かに忘れることはないですけどとコメントしていました。忘れることはないけど、どうでもいいと言えるくらい気持ちの整理をつけているようですね。この時元夫の小平さんの顔が浮かんできたファンもいたかもしれません。仲良し夫婦だったので、一度離婚しても再婚するかもしれないと思っていましたが、この様子だと可能性はなさそうです。ただ明るい性格の彼女らしく前を向いて進んでいるようです。小平さんもプロゴルファーとして変わらず頑張っているので、円満離婚だったというお話は本当なのかもしれません。さて、
古賀さんといえば、以前テレビ番組で女子アスリートの性欲について熱弁したことがありました。2015年3月に放送されたバラエティ番組ミレニアムズに出演した際、女性アスリートは性欲が強いと発言。その理由について一概には言えないですけども、理論的に言うと女性が戦うというのは男性ホルモンなんですね。闘争心というのは性欲とつながるんですよ。だから性欲は強い、強いです。だって戦ってるんですよ。闘争心バリバリ出してますから、と力説したのです。また自身の経験から、女性は理性があるから止められます、男性は理性がないから止められない、とも語り、試合前などには夜の7時とか8時に済ませてから寝ることにしていたそうです。一方で男性ゴルファーは前日にセックスをすると右に行くって言いますね。ヒューガとも明かし、前日に激しいセックスをした選手はゴルフの試合でやけに右に飛んでいる可能性があると持論を展開しました。古賀さんのこの発言について、スポーツ系ライターは、アスリートのパフォーマンスとセックスの関係性については様々な説があり、本番の前日に性行為をした方がいいとかしない方がいいとかは言い切れないのが現状です。ただ今回の番組で古賀さんが言っていた男性ホルモンはテストステロンと呼ばれるもので、それが分泌されると筋力アップや闘争心を促す作用があることが分かっています。このテストステロンは性欲とも深い関係があると言われており、古賀さんの女性アスリートは性欲が強いという発言はあながち的外れではないでしょう、とコメントしています。セックスと選手のパフォーマンスにはまだまだ研究の余地がありそうですが、古賀さん自身は番組内でセックスをした次の日はむしろキレがいいと満面の笑顔で話していたとのこと。やはり個人差が大きいのかもしれませんね。私なりに古賀さんの発言を分析してみると、闘争心と性欲は表裏一体のようなものなのかもしれません。スポーツ選手は日頃から競争心を燃やし、勝利への執着心を持っています。そうした闘争心が性欲とつながっているというのはなんとなくイメージできる気がします。ただセックスをすることでパフォーマンスが上がるのか、それとも抑えた方がいいのかは本当に個人差が大きいのだと思います。選手それぞれが自分に合ったコンディション調整をしているのでしょう。古賀さんの場合は理性をコントロールすることでセックスとパフォーマンスのバランスをとっていたようですね。女性アスリートならではの悩みや葛藤があったのかもしれません。そういった意味では夫である小平さんの存在は大きかったのではないでしょうか。お互いプロゴルファーとしてコンディション管理の難しさを理解し合える関係だったと思います。だからこそすれ違いによる離婚は残念でなりません。でもお二人が前を向いて新たな人生を歩んでいるのは素晴らしいことだと思います。今回古賀美穂さんの離婚についてまとめてみました。生活リズムや子供のことなど一つ一つのすれ違いが積み重なっていった結果の離婚だったようです。最初に聞いた時は驚きましたし、正直言えば仲良し夫婦のまま過ごしてほしかったという思いもあります。でもご本人たちが納得している円満離婚なので、第三者がとやかく言うことではないでしょう。女性アスリートとしての苦悩や元夫の親友との関係など、古賀さんには複雑な心境があったのかもしれません。それでも前を向いて進んでいる姿勢には勇気をもらえます。これからも古賀美穂さん、小平聡さんのそれぞれの人生を応援していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。